これは今から3年前。まだ私が高校生だった頃の話。この出来事がきっかけで、私はオカルトに興味を持ち、今のようなライフスタイルを送ることになってしまった。しかし、そのことに全く後悔はない。逆に、いろんな人に出会う機会を与えてくれて、そして様々な体験をさせてもらえることに感謝すらしている。今では日課となっているオカルト話の収集にしても、この出来事がなかったら、やっていなかったに違いない。普通の女子大生として、普通の青春を送る。それは決して悪いことではないけれど、でも、何か物足りない。そう思うに違いない。私の人生の大きな分岐点となったこの事件。これは、私が初めて怪異を体験した時の話。そして、過去の悲しい思い出話。その日、私たちは学校近くのバス停で友人の羽黒薫を待っていた。隣には楽しそうな顔をした先輩、桜智子先輩がいる。先輩は私と同じ演劇部の上級生で、オカルト好き、いたずら好きで知られている。演技がとてもうまく、私が尊敬する人の一人だ。男勝りな性格がたまに傷だけど、そういえば、この間も男子相手に大喧嘩していたっけ。もちろんそれは先輩の圧勝に終わった。まあそういう性格の先輩だけど、私たちにとっては本当に優しくて頼れる存在だ。話を元に戻そう。ふと空を見上げると、今にも大雪が降り出しそうな感じがして、なんだかこれから起こることを暗示しているように思える。なんだか雰囲気出てきたな。先輩が嬉しそうに言う。私はそれに同意した。どんよりとした感じが雰囲気を盛り上げますよね。そうだな。楽しくなりそうだぜ。男勝りな先輩は男子みたいな口調で喋るのが特徴だ。本人に直す気はないらしい。そうそう。どうして私たちがこんなところにいるのか。それは数日前の放課後、お好み焼き屋でおやつを食べていた時にまで遡る。カオルと一緒にお好み焼きを食べていた時のこと。おう、ユカ、ここにいたのか。後ろから突然そう言われ、私は思わず振り返った。すると、そこにいたのは桜先輩だった。私を探しに来たようだが、よくここにいると分かったものだ。うちの高校の七不思議にさ、ホルマリン漬けの女子生徒の噂があるの知ってるか？先輩が前置きもなく聞いてくる。いえ、初耳ですけど、それに食事中に。え、今度さ、それを見に行こうぜ、ゆうか。わざわざ、そんな誘いのためにここへ。先輩の言葉に、私はカオルの顔色を伺った。彼女は、こういう話題が嫌いだから。しかし、彼女は何も言わずに、お好み焼きを頬張っていた。そうそう、カオル、羽黒カオルは、私の同級生。東京から引っ越してきた私にとって最初にできた友達だ。何でも地元は名家の生まれのようだけど、詳しいことはわからない。誰かが地元の名家同士の争い事を噂していたけれど、それが薫と私の付き合いに何の影響ももたらすわけがなく、私たちは親友として楽しい毎日を送っている。
カオルは私とは正反対の性格で、喋るときはボソボソと喋るし、行動はちょっと遅いしで、周りからはイライラしないのなんて言われてるけど、私は全然そんなことは思わない。逆にカオルのそういった部分、おしとやかな部分っていうのかな。それを吸収して、いい女になってやりたいなんて企んでいるくらい。そうそう、それから、私は一年前、東京からこの村の高校へと転校してきたばかり。だから村のことに関しては、まだわからないことが多いというのが正直なところで。ここに来るまでは正直不安なことだらけだった。村という言葉からは、どうしても閉鎖的なイメージしか湧かなかったから。でも、実際に来てみると、そこは静かだし、人々も好意的に迎えてくれたし。とにかく、私の想像が間違いだったことがすぐに明らかになった。最初にカオルと友達になったのは、本当にどこにでもあるような理由からで、私がこの高校へ転校してきた時に、隣の席が彼女だったからという、まあ、なんとも平凡な理由からだった。カオルは自分のことをあまり多く語る方ではなかったが、私たちは自然と仲良くなり、少しずつではあるが、お互いのことを理解し始めていた。要するに、私がこの高校で一番信頼しているのはカオルであり、そして唯一の親友であるのがカオルであることは、何があっても変わらないということだ。これからも、ずっと。また話がずれてしまったので、放課後の話に戻ろう。知ってますよ、さくら先輩。そう言って、突然話に割って入ってきたのは、自称、新聞部のホープ、下橋美希だった。次から次へと、なんでみんなしてここに集まるわけ？七不思議の五番目の噂ですよね、それ。私の戸惑いなど気にも留めず、ミキは先輩に尋ねる。下橋ミキは新聞のネタになりそうなことを聞きつけると、どこへでも顔を出す。新聞部には、今は部員が一人しかいないから、必要以上に張り切っているのかもしれない。傲岸無知とか、そんな言葉で彼女を表現する人もいるけど、実際のところ、どうなんだろう。まだミキとはそんなに仲良くはないので、そのあたりの真実はわからない。ただ、時たま、そんなことに首を突っ込まなくても、と思う時はあるけどね。そんな周囲の評価はどこ吹く風。ミキは嬉しそうな顔で話を続けた。そういえば、こんな話は知ってます？この近辺に伝わる神隠し伝説の話。知らないなぁ。どんな話なんだ、それ。さして興味もなさそうに先輩が聞き返す。この辺りは神隠しが起こるっていうので、昔から有名なんですよ。桜先輩はご存知じゃ。先輩とミキ、二人の話はまだまだ終わらなそうだ。カオルは大丈夫かな？しかしこの二人、何しに来たんだろう。先輩は私たちを探してたっていうことで理解できるとしても、ミキは？やはり事件があるところには必ずミキの姿ありという噂は本当だったのかな？真面目にその話を聞いていたわけではなかったけど、その神隠し伝説という響きは、東京で生まれ育った私にはとても新鮮に聞こえた。それでさ、優香は行くのか？え？ええじゃないだろう。さっきから話してるホルマリン漬けの女性と見に行くのかって聞いてるんだよ。この先輩の口ぶりでは、ノーとは答えられそうにない。ああ、そうですね。行きましょうか。よし、決まりだ。じゃあ、カオルさんも参加でいいね。先輩が強引にカオルを巻き込む。カオルは、さっきから黙々とお好み焼きを食べ続けている。もしかして、怒ってるんじゃ。よし、じゃあ、決まり。実行は冬休み最初の日。
12月25日に決定。カオルも答えも聞かずに、先輩は勝手にどんどん進行する。カオル、いいの？ええ、もう断れないでしょ。さくら先輩、私も一緒に行ってもいいですよね。申し出たミキには一別もくれずに、先輩は話を先へ進める。先輩、どうしたんだろう。私たちが通う高校は雪深い山奥にある。そのため冬休みの間は学校は完全に閉鎖され、誰もそこへは足を踏み入れない。その間に校内を探検しようという計画だった。でも先輩、本当にあるんですか？そんなホルマリン漬けの女性となんて。眉唾者の話に私はうさんくさそうに尋ねた。もちろん、私が何の証拠もなく動く女だと思うか？ちゃんと根拠があるんだよ。そう言って先輩はポケットから新聞の切り抜きを取り出した。その日付は40年前。市内の犬山女学校にて女生徒が神隠し？こっちはデカデカと大見出しの記事になっている。こっちの記事は、犬山女学校で科学教師が神隠し。こちらも同等の内容だが、記事の扱いは小さい。犬山って、うちの学校じゃないですか？私は思わず大声を上げてしまった。そう、ご名答。同時期に2件もの事件が起こっているんだよ。へえ、神隠しか。こんな事件があったなんて。あながち、眉唾というわけじゃないのかもしれない。神隠し事件が起きたのは今から40年前の事件。新聞の記事によると、この事件は当時、事件は神隠しと言われていたんだ。新聞での扱いは、科学教師の記事は小さいけど、女性との記事は大きく扱われている。これらの事件、双方の事件が神隠しとして報道されている。しかし現在は科学教師が女性と、40年が経過した今、事件は科学教師が女性とホルマリン漬けにしたと語られている。少なくとも桜先輩は神隠し事件とホルマリン漬けの女性との噂を関連付けているようだが、バカバカしいと思いつつも、なんとなく好奇心をそそられてしまう。さくら先輩が持ってきた新聞の切り抜きは、私に少なからず興味を与える結果になった。今時、神隠しなんて、とは思わないでもないが、そこはそれ。田舎暮らしの特権というものだ。どうせなら、今の環境を前向きに楽しみたい。それに、もう後には引けないんだから。こうなったら、精一杯楽しまなきゃ損だ。神隠しにホルマリン漬けの女性と、ただの噂と分かっていても、好奇心がくすぐられる。噂と事実にどれほどの差異があるのか、この目でしかと確かめてみたい。そして私は、冬休みで人がいない学校へと向かうことになり。そんなわけで、私たちはバス停にいる。それにしても遅いな、カオル。バスが遅れているのかな？遅いな、カオルさん。
短気な桜先輩だが、特に苛立ってる様子はない。だが、話の方向は変えた方が良さそうだな。いつ先輩が爆発しだすかわからない。先輩？ん？なんだ、ゆうか。40年前の事件は、神隠しとして報道されたんですよね。そうだな。二人は神隠しにあったってことに。何を言うか。私たちの隣でバスを待っていたおばあさんが突然怒鳴り声を上げる。